お疲れちゃんです。ラットです。そしてシュッシュキュウキュウです。これ僕新挨拶です。僕の、はい、初めて言いました。シュッシュってシュッシュキュウキュウです。お願いします。だから写真撮るとき、ラットさんこうじゃない、こうとかわからない、こういうあるじゃないですか。はい、お疲れちゃんです。ポーズでお願いしますね。キュウキュウさん。僕ないんで、もうこういうもん。本当ですか。今作りました。初めて初めて。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんすか。いやー、これ彼女からもらったやつですかこれ。いやこれあの。誰もらいました、もらいもんです。彼女、いや、ケンツです。あらあら、ヘイヨーケンツメシです。やばいやつじゃないですか。やばいやつですよね。いいやつを、いいやつを、え、待って、ケンツに。うわ、あら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 、ブランド名が地味に刻印されてる。いやらしくない程度に刻印されてるんですよ、これ。おしゃれ。さすがケンツメシです。さすが。で、先輩なんですか、先輩。今日ですね、久しぶりですね。はい、久しぶりですよ。あ、そうだ、ラッドチャンネルは僕これね、はい、もう久々ですわ。そうです、すみませんね、グダグダで。いや、グダグダで、ちょうどいいレベルですね。これぐらいが。あー、はい、今日も久しぶりね、ハンデ系のハンデなのかな、ちょっとわかんないですけど。お、なんすか、なんすか、なんすか。トリトンがいれば、お、トリトンがいればもう右しか攻めなくても勝てる説とかけまして、ハハ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 ハ。なるほどね、トリトン引っ張ってくるユニットですから、はいはい、でも右攻めるってバレてても、はい、そのトリトンのこう引っ張ったりこう技術で、うわー、なるほどな、勝てるんじゃないかなと。トリトン実際強いんですか、そのラッドさん。あはははは、そうなんすか。いやもうはい、いらない。4コス4コスですよね。あ、めっちゃ弱いわけじゃないんですよ。でもあ、なんかまあワンチャンありそうな気がしますね。ワンチャンありそうなんですけど、まだでワンチャンなんですよね。例えると、なんだろうな、いや、やめよう、例えるえ、いいですか。いや、例えると、なんだろう、そのこの焼肉屋さん、そのユッケあるのかわかんないみたいな状態ですよね。あ、そうそう、もう、そうっすね。僕ユッケ好きなんですけど、この焼肉屋さんあんのかな、果たして。僕もめっちゃ好きっす。だからライキさんがめっちゃ好きで、ちょっとライキさん、ちょっと来なさい、ライキさん、ライキさん来なさい、集合。ライキさん、兄貴、ちょ兄貴、兄貴、いや兄貴、兄貴、いや兄貴が出てきた。ジャイアンみたいです、ジャイアン。悪い、先輩、あのユッケが好きって話聞いたんですけど、今それについてどう思われますか、ね、どう思われる。あ、ユッケの好きキャラについて、はい、もうこれもうビシッて言ってくれないと、はい、僕らもちょっともう気持ち悪くて、はい、言っちゃってください。いや、ユッケ一番美味しいです、食べない。すいません、雑で。さすがに雑。じゃあもうここに座ってお話聞かせてください。なんすかこれ。なん、どうしたんすか。雑な感じを出そうとしたら、ちょっと本当に雑になっちゃった。おねんねしてください、おねんね。お疲れ様です。お疲れちゃんです。バイバイ。ちょっと待って、これやばないですか、この動画マジで。いや、この動画だって今4分50秒撮ってるんですけど、価値やばい気しましたよ、今。やばいっすか。だってだね、ここにちょこんって座ってましたよ。それだと意味不明なんです。まあ久々ということでね、はい、スロースタートでいきましょうか。そうですね、もうゆっくりゆっくりでしょうか。はい、というわけで、はい、早速、うわー、それちょっと戦いがメインなんで。そうですね。はい、わかりました。いいと思います。デッキはもう何でもいいと。あ、まあ、何でもいいです。キョウキさん何でもいいです。僕は、はい、トリトンが絶対入ってるのと、はい、もう右しか攻めない。一応これ見えちゃうんで、一応これ書きます。あ、お願いします。あ、なるほど。ちなみに僕も一応、はい、デッキたくさん準備してるんで。マジっすか、トリトンデッキ。はい、たくさん準備してるんで。オッケー、じゃあ僕もう出しますよ。はい。あれ、まだフレンド切ってないんすね、僕のこと。あ、和田さんまだ切ってないっす。レインボー和田な。はい、まだ切ってないっす。僕ちょっとあの、これでいきます。お、なんや、なんや、鬼強いっすから、ラッドさん。多分よろしく、よろしくお願いします。ふむふむと、レインボー和田ですかね。名前が、トリトン、あれ右ってことは多分僕の画面だと左なんですよ、ね。はい、あ、そうですね。左にじゃあ来るってことですもんね。そうですね。じゃあもう左にこれ出したらもう守れなくないですか。あ、まあそうなんですけど、理論上そうなんですけど、あの、まあ、ああ、分かりました。でもかなりの、まあまあまあ理論上、はい、スパーキーはロケットに弱いです、理論上は。そうです、理論上はですよ。はい、まあ、弱いですね。逆にどうなんだろう、まあ、どうしよう、
これ防衛ぐらいならユニットもじゃんじゃん。そうっすよね、はい、防衛でしか。え、何がきついんだろう逆に。なんかもうだって、まあそうですね、どうせやっぱ合わされるスパーキーが厄介なんで僕的にはね。まあ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 、そうですよね。そうですね、よし。でもいい流れですね、もうなんか勝ったかもっていうよいしょ。おー、よいしょした、よいしょした、よいしょ。そうやってすぐよいしょして、よいしょ。あの、もう防衛です、これはもう攻めない、攻めない、攻めじゃないです、これ。あ、まあ確かにね、もう防衛ですね。そうそう、まあ、受けです。これ結構きつくないですか、ぶっちゃけ。ちょっと嫌ですね、これとか。すごい嫌じゃないですか。え、めっちゃ嫌なんすけど。あ、トリトンが、おい、トリトン、お前、お前ふざけん、トリトン、トリトン、これあれです。僕がもう1マス、1マスぐらいこう右にしとけば。トリトン、実は引っ張っただけ説。そうです、引っ張、ただ引っ張ってない、何もしてない、何もしてない。あ、でもここマスケとか出すと引っ張られちゃうんで。あ、確かに、それはちょっと嫌ですね。まあ確かに、ただ4コスではないですよね、残念ながら。おつらいですね、おつらい。ここは一応防衛もしていいですよね、そのルール上では。はい、まあでもしないですね。よし、え、さあ、あー、なるほどね。いや、それちょっと、え、おぶな、怖っ、マジっすか、怖っ、めちゃくちゃ怖いっすけど今のはちょい怖いっすね。手札増しスパーキーっすね、はい、やりますね。まあでもダメージ的にはね、結構ね、リードあるんじゃないかっていうのは若干ありますけど。こっからですね。トリトンな、そっか、はい。でもラッドさんがね、あのね、トリトン使い慣れてない説っていうのが分かったんですよ。はい、バレてる、バレてる、ちょっとバレてる。あの、結構削ってくる。はい、しっかり削ってきますね、僕は。削りトン、削りトンちょっと可愛いっすね、削りトン。すげえしょうもなくそれ全然。いや、トリトン来んの、トリトン来んの、トリトン来た、あ、そっち、あ、来た、引っ張り引っ張り引っ張る、あれ、あちょっとトリトン、ちょっとこれあれじゃないですか、審議が、あ、トリトンが邪魔すんだ、邪魔、邪魔すんだ、お前。しかもなんか右落ちてますよあれ、なんか気づいたら右、あ、くそ、墓石気づいたら、気づいたら右が落ちてますよ。なんで落ちたんですか、なんで落ちたんですか。いや、僕も知りたいですからねえ、なんで、いや、なんで、なんかアイスイズとか、多分あとボスギのスケルトンとかの多分ちょこちょこじゃないですか。アイスイズが竹取ってる間に多分ボスギのスケルトンが殴った。最悪じゃないですか。まあでもでもでもビデオ3ですか。あ、ビデオ3です。あー、なるほど、わかりました。これちょっとラッキー処理ですね。もうスパーキーやめます、もう。じゃあ、はい、あ、じゃあ逆にそのえ結構、はい、まあ防衛でもしてくるんですもんね。僕ちょっとこれでいきます、これで消えました。ちょっとおしゃれなね、やつでいきたいなっていうのを思いつつなんですけど。おしゃれ大事っすね。よし、 OK、 いきますよ。はい、お願いします。ちょっとね、やっぱ視聴者さんもそろそろラッドさんがもうちょっと泣く動画を見たいんじゃないか実はここへ来て。本当に、うん、本当ですか。それラッドさんが勝つところはもうクララワリーガーじゃない、うん、何度も拝見してますと、うん、はい、そうです、本当にそう、もういいと。あ、あれ出さないですか。あれ、あれ、いや、ちょっと今回あの、おー、なるほど、これもまあ防衛としてはね。あー、トルネード。まあ僕は右を、右をゆっくり攻めていきたいですね。ゆるゆるゆる、逆に攻めさせないっていうスタイル、はい、あ、よいしょ、マジか、よいしょ。うわー、トリトン、それできんだ。いや、いいっすね、ちょっとかわいいちょっとかわいい。おー、なるほど、やっぱ手伝いなんもなかったっすね。トリトンが、トリトンがいい。あ、トリトン結構ダメージいきますか。いや、でもそんなっすよそんなっすよ、なんで聞いてるんですか聞くことなんてあります。邪魔だな、かなり。よいしょ、よいしょ、かなり何もすることがないっていうことで、やばいっす。右攻めたいんですけど、キョスケがたまたま攻めになっちゃうっていうまあ、それはもう、あー、なるほど、よいしょ。あー、ちょっと厄介っす、なんか。よいしょ、やべ、やべ、そっちか、いい、いい、いやー、変態、変態、変態、ありがたいっすねー。いやねー、ラッツは変態なんですよ、はい、本当に。その言い方誤解を招きます。いや、ラッツは変態なんですよ。よく言われるんですけど、あの、ちょっと、誤解が。いや、それ、褒め言葉っすよ。本当ですか。変態。変態褒め言葉はないっすよ、ね。変態なんですよ、マジで。クララワではですね。いや、ほんと、クララワもそうですし。いや、そうですし、だけど。ですし。そうですし、まあ、もう。はい、まあ、もう。
まあまあまあというか、まあクララだけですね。もうこれ捨てよっかな、これ。あ、まあ、逆に捨てたらどうなんですか。捨てたら美味しいですね。あ、美味しい。あ、確かに、はい、もうロイジェンちょっと厄介ですね。で、これでムーティングとか来るんですよね。よいしょ。うれうれ、え、あれ、え、ちょいちょいちょい、待って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 、え、あのトリトンで逆に引っ張ろうとした、え、やばい、いや、お前やばい、お前やばい、あ、しかもムートにターゲットがいった、いや待って、やべえ、よしよしよし、これ今サムネじゃないですか引っ張りましたね、今引っ張って遠くなってターゲットがムートに行った。まだ俺は負けない、俺はまだ攻め続ける。あ、そうか、え、これ逆にロイジャイダメだったパターンじゃないですか、僕、そっち行くんか、ちょっと引っ張って引っ張ってゲーですね。これもあのドゥーンドゥーンだよ。これでも削れないですよね、キョウキョウさん。でーん、え、これギリ届かないですよ、それ。え、届きますか、でーん、マジ、ちょっと待って、え、これさ、しかも右しか攻めれないから、あれ、まさか、ちょっと、ね、左に出しちゃうとちょっと攻めになっちゃう。それはもう、そうですよね。え、これ右しか攻められないってキング落とすんですか、僕ちょっと、ちょっと、ちょっと、やりましょう、やりましょうよ。そうっすよね、そうですよ、もう理論上そういうことになります。理論上そうなっちゃいますね。理論上はですよ、ただ、はい、まあ、たまたま、なるほどね、まあ、うわー、でもそっか、だからトリトンで来てくるって分かってんのに、はい、なぜこう、僕はロイジャイで行ったのかっていう、そういう心理、やべ、マジか、これもう、いけそうですね。フリーズぐらいなら打っていいのかな、まあ、もういいと思いますよいやだ、もうこのムートがもう、これ謎謎謎謎、あ、でもこれトリトンはあれっすよ、トリトン、そっち、あ、そっち行くん、こっち来る、ちょっと、あと、あとちょっと、トリトン結構いいっすね、トリトンが、なるほど、やばい、ちょっとやばいけど、ちょっとやばいっすね、でーんでーんでーん、さっき、やばいやばいやばい、ぶち倒せ、ぶち倒せ、やばいやばい、ぶち倒されてる、ぶち倒せ、やばい、よし、勝ちました、いや、わかんないっすよ、ぶっちゃけ、もう、ぶっちゃけちゃうと、勝ちましたね。ああ、それちょっと、おお、なんかすごい動きしてる。まあ、しっかり耐えますね、僕は。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。やめて、やめて、やめて、やめて。よし、勝ちます。来ないで、来ないで、来ないで。勝ちます。どうぞ、どうぞ、どうぞ。よし、よし。痛い。よし。なんだ、もうもうやだ、俺マジで。ラットさんはもう無理。ちなみに、え、ちなみにもうラッドさんとメキさんに勝てない、もう無理、どうすればいいですか、じゃあ僕勝つには、勝つには、はい、無理っす、まあ無理っすねでもそうですよ、はい、だって僕は草野球のね、はい、草野球の7番バッターなんですよ、多分分かんない、7番バッター別にディスイデアでするんじゃなくて、はい、じゃあもう8番バッターでいいですよ、8番バッターなんですよ、草野球少年チーム、いきなり、はい、ね、もうじゃあもう巨人のね一番バッターとか来るわけですよ、はい、ボコスカですよ僕でね、一番バッターわかんない、野球やってない人はわかんないかもしれないけど、一番バッターってすごい打てる人なんですよ、うん、ヒットをめっちゃ打つ人が一番になりやすいんですけど、え、来て、あの草野球でお前8番やろっつってえ、俺分かった、まあ右打ちだけど左打ちでなおかつ左だけで打つわみたいな、はい、でホームランボコスカ打たれて、はい、僕お涙ですよ、お涙、お涙ですよ勝てないですね、はい、勝てない、お涙で動画終わるっていうもうこれはどうなものかと、いじめてるみたいじゃないですか確かにそういうことではないですよなんかさ、うん、視聴者さんから欲しいですよ、こうどういうハンデがいいのかとかさ、だってもう、だってトリトンとかだって、はい、じゃあ、まあ確かにちょっと僕ロイジャイ使っちゃってたんで活躍してるように見えましたけど、はい、じゃあ僕ラバで行けばよかったのか、だからそれはちょっとさすがに、さすがにその1番バッターの巨人の人にちょっともう、ちょっとデッドボールギリギリ投げ続けるみたいな感じじゃないですかそれはいけてないと思うんですよ、でも YouTuber エンターテイナーですから、ね、僕はラバ、インドラ、ベビータワーで言ったらちょっとお寒いじゃないですか、ぶっちゃけ、まあ、トリトンをフォーカスしてる動画なのに、ね、確かにちょっとお寒い、でもまあロイジャイはちょっと考えなさすぎるちょっと反省しました、ぶっちゃけ、
やでもよう喋りますよ、負けたから普通勝ったら喋りますけどいや負けたからちょっと僕はちょっとトークで巻き返さないといけないなっていうところ素晴らしい素晴らしい大丈夫ですかこの動画やばないですかだってあ、でも視聴者さんはラッドさんの画面見てるんで気持ちいいんですねはいもうどん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 こう取り込んで取り込んでこうやってて押すまあそれはそれで良いのか、はい、でなんかまあ来季さんが乱入してきてね、はい、神回素晴らしいえなんかラッドさんとキヨキヨの動画マジ人気なのいやえぐいんすよこれあの僕の動画なのに僕の動画の再生、はい、キヨキヨさんキヨキヨさん彼女ドズさんキヨキヨさんキヨキヨさんキヨキヨさんってあのコラボ動画からにこう、まあ、ヒットコンテンツというか5個のうち4個ぐらいキヨキヨさんかもしれないぐらいあそれはすごい嬉しいなんかかなりなんかツイッターとかでも、うん、キヨラッドはよみたいなことをいただくんで、うんありがとうございます。そのマジでありがたいです。ちょっと緩すぎましたけどね、今日は。今回、すごい超ふんわりした。ふんわりした感じでしたけど。はい。まあでもなんか、これが別に僕らの多分偽りのない、はい、こんな感じです。はい。はい、基本的には。いいですね。いいですよ。だって僕らが、はいどうもーってやつは気持ち悪いじゃないですか、僕ら。うん。はい。そのこういう感じなんですね。そう。これ今多分もうかなり時間経っちゃってるんで、はい、これね多分10万再生あったら、はい、まあでも1万人ぐらいしかもしかしたら見てないかもしれないですけど、確かに今のこの話でニヤッとしてくれたら嬉しいですね。それ嬉しいですね。最後に、はい、はい。というわけで、というわけで、久しぶり、久しぶりのコラボ動画だったんですけど、ラトさんもお揃いっす。これ、まあ僕ん家にあったやつだ。そうか、キヨキヨさんのズボン。はいお揃いじゃないか超短パン借りてます、ね、これいいんすよ、これ良くないですかアンダーマーいや楽っすねめっちゃいいんすよこれあのバスケのやつかな分かんないですけどうんめっちゃいいマジでいいもうアンダーマーマジおすすめですもう本当に本当にいいっすよすでも僕今日会った時やばかったっすよねもうなんかジャケットに、はい、バチコリ決めてましたバチコリもう決まってたえなんかこの後あるのかなっていやないっすか前にあったのかまあまあミーティングとかあっただけなんですけどもう超あれかっこよかったっすかあもうあ大人だかっこいいっていうもあのあれやばいっすよね肝だから僕ね合わないんですよもうジャケットとかえマジっすかいや僕やっすよ着ますめっなあでこの動画やばいこの動画やばいサタやばいこの動画いやいけますこの動画やばいっすよ全然いけますだみんな見たいっすキョウキョウさんのそのやってますこれやってたんですよ、はい、これじゃまず、ね、ズボン違いますよそう、もうズボンも、この下も違いましたっけ下でも、これはこれな気しますねそう、もうこれでこれなんですよ、で、まあ、これさすがに、ちょっと待って、こうしたらさ下だけ違えばもう、えぐい、そう、えぐいんですよ超絶、かっこいい服装やばいですね、これ今、ギョギョさんが、ちょっとお着替え中なんで、ぜひ、ちょっとお待ちを、お待ちをこれから行きます僕が立ったらよくないかな僕が立ったらよくないかな名刺だねこれね着てた、まあ、これに赤の靴履いてたんですよいいまるで違うっすね僕いや僕そんな靴マジでしたことないっすもんすごいなんかめっちゃ似合ってますもんしかも大人ですねなんかすごいお前、ヤクザ、ヤクザ、ヤクザって言ってたけど、僕がこんな、こんなクソっすだって。いやいやいや、で、これで赤の靴、赤の靴っていうのもちょっとなんか差し色みたいな感じなの。あれ、ブラックっすね、僕めっちゃ。めっちゃいいっすね。ちょっと逆に着てみてください。マジっすか？はい。でこれ脱ぐとほら、これ脱ぐとほら、全然カジュアルじゃないですか？ああ、はい。全然なんか、ああ、食堂、いそうっすね。ちょっと着てみてください。あ、ちょっとちっちゃいかもしれないですけど。めっちゃいいやつみたいな。いや、でもまあ、僕は気に入ってるジャケットって感じですね。あら、いいじゃないですか。ちょっとちっちゃいですか。ちょっとちっちゃいかもですね。ちょっとちっちゃい。ああ、ややちっちゃっすね。ややちっちゃ。まあ、あとはちょっとこれがね。ちょっと、おかしいっすか、だって。下がだってなんか。いや、でも、すごい。ちょっと。これいいな。これね、めっちゃ伸びるんですよ、これ。これめっちゃ伸ばしてください、ほら。ちょっと怖いっすね。やばい。めっちゃ伸びるんですよ。だから。伸びるもんなんですか、これ。いや、もう。お堅いように見えてすごい着心地がいいっていういやすごいいずれ着るんすから僕もこういやーわかんないですけどこれ女性ファン増えました僕の女性ファン増えましたちょっとラッドさんのはい女性ファンの皆様いるかなてくれるとはいこれちょっと似合わないっていうコメントはちょっとやめてください多分
あんま見慣れてないと思うんですよ、僕逆にこういう服装あんま出さないですよね、持ってて。基本僕体操服なんだよね、家だと。いや、それ、それは本当っすか。体操服、でも僕こういうのしか着ないんで、僕これ着ますね。家、家だと。はい、今、まあ、そのお家ですかね。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、一杯やっていかないかい。最悪なんすか。最悪じゃないですか。いやー、なんかすごい真面目な回でございました。今日は真面目な回です。はい、真面目な回です。素晴らしいです。あ、かっこいいな、かっこいいな、かっこいいな、ジャケット。ジャケット、やめよう、この動画長くなるんでやめよう。はい、後で話しておきます。はい、ラッツさんとジャケットについては回があったのでしょう。というわけで、まあこんな感じですかね。すごい、ありがとうございました。お似合いですね。というわけで、今回コラボさせていただいたキョウキョウさんの、まあ、チャンネル、はい、もちろん概要欄貼っておくんですけど、コラボ動画マジで、あ、そうっす、いろいろ撮りました。いろいろ、もうなんかいろいろ、いろいろ撮ったんで。ほんすね、はい、ぜひ見てください。はい、ぜひキョウキョウさんのチャンネル見に行ってください。お願いします。というわけで、終わりしたいと思います。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございます。ヤコかっこよ、これいいっすね。いいっすね。でも僕は、はい、そういうキャラじゃないじゃないですか。ああ、まあ動画では、動画とか、まあ、日常生活でも別に、まあそうっすね、なんかそうっすってなんかおかしいっすけど。いや、そうなんすよ。めっちゃ元気でこういうの着るイメージもあんまないっすよね。そうっす。